日本ファルコムコーポレーション。はい、こんにちは、サルウィンです。イソリジン実況していきたいと思います。今日も京都でタイムアタックなんですけど、でちょっとナイトメアとか気になったんで調べてきたんですよ。まあ、正確にはね、ベリーイージーとナイトメアの追加なんですけど、やっぱね、拡張パッチというかが必要なんですよね。で、この私の持ってるイースオリジンって初期ロムなんですよ。初期ロムのやつにちょっと追加の、まあちょっとしたパッチを当ててるだけなんですよね。で、まあ、拡張パッチっていうか、あれか、拡張プログラムですね、っていうのがあるんですけど、初期ロムは、なんか、メールマガジンじゃなくて、なんか、無料でね、配布されたロムがあって、それをちょっと私、持ってなくて、で、しかも、まあ、その後に発売されたやつには全部、その、入ってるんですよ、その拡張プログラムが。ただ私のやつは入ってない。だからナイトメアもないし、アドルーも使えないと。ただ一応なんだろう、これバージョン見れないっけ。外で見るのかな。一応ちょっとした裏技はあるみたいで、ただこれ多分バージョンアップしちゃってるんだよな。バージョンアップしてないとできると、ちょっとしたコテクを使うとアドル編を出すことができるみたいなんですよね。いや、それ一応やってみようかな。ただこれバージョン上げちゃったっぽいんだよな。上げちゃってると多分できないって書いてあった。まあちょっとあんまりいい方法じゃないんだよね。まあまあ、それは最悪の手段というか、あれなんですけど、まあ、試してみる価値はあるかなと思うんで、今度やってみようかなと思うんですけど、でとりあえず、ユニカとユーゴのイージーが終わったんで、今度トールのイージーを半分ぐらいやっていきましょう。ガレオンから。ゴリ押していく。していく。サクサクいくよ。当たるな。いい字でもしてんだよ。なんか強いよね。なんかに当たってる。マジか。ちょっとね、若干寝起きで飛行が鈍いのはあるんだけど、ひどい。当てづらい。なんか当てづらいだろ。
れで終わりよ。さあ、15。ヘビーになった。だいぶゴリ押すよ。めっちゃゴリ押していく。結構硬いな。割れるタイミングが悪い。はい。最初は当てられるからな。確かにもらいましたね。あー乗れない。ちょっと待って、高い、高くて乗れない。ちょっとダメ。どっちかこの低さだったら当てられるんじゃない。マジレス、あ当たんねえわ。痛い。当たりに行っちゃった。タイムアタック的に美味しくない展開だな。痛い。パターンにするなら一番楽。あ、いた。
割れねえな。やっぱ溜めとい、溜めとかないとダメ。溜めだったら2発で割れるんだね。そうね。これはダメなパターン。バースト中は結構ご利用しですが、はい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 。さて、1,2,3,4,5,6,1,2,3,4。あ、そうか、一人多いんだよね、ダームがいるから。じゃあコンスクラウドまで行っちゃう。ダメだ、倒せなかった。ナイス。早いな。ナイス。足んなかったわ。近いか、早いな、なんか。あれはダメなやつ。はい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 。おお、逆。この泳ぎ寄せ方初めてやったな。斬新。それ届かない。で、ああ早い。これは取れないな。ワンチャン。はい。まあまあまあ悪くはない。ほんでコンスクラウドまで倒しちゃいますか。まあイージーだからね。ほんとイージーだと可愛いんだよなこいつ。はい。あ、ノーマルもまあ可愛かったか。ハードから化け物になるからね。ほんと。多少のご利用性はありよね。
バーサルか。残念。バーストじゃない、ブーストね。ブーストとバーストは違うんですけど。全然体力余裕あるから、ご利用しますね。食らってもいい。とか言いながらガードを入れていく。はい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 。そりゃあ。じゃあ一回ここまでで。というわけで残りはまた次回というわけでお疲れ様でした。バイバイです。